です。今日は星義経について解説していきます。星義経というのが大体あの三層階での呼び方です。他の呼び方としてはあのイタリア義経という言い方もあります。花はですね、一応苗として売ってるものだと4月5月ぐらいに咲くと言いますが、まあ、自然界では7月ぐらいまで咲くそうです。ちょっと栽培苗の方がちょっと早いということですね。で、分類としては桔梗科蛍袋属となります。原産地がイタリアからギリシャで、そのイタリアとギリシャの中間にある海がアドリア海ですから、まあ、アドリア海沿岸と言ってもいいでしょう。で、学名はですね、ホタルブクロ属のことをカンパニュラと言います。で、カンパニュラの中の、ガルカニカということになります。カンパニュラ・ガルカニカ、これは山荘業者は星義経とかイタリア義経って言いますけども、普通のお店だととか通販だとカンパニュラ・ガルガニカで売ってることの方が多分多いと思います。で、花は本当に2センチほどの小さな花ですね。確か5弁花ですよね。5弁花の葉っぱが5枚、葉っぱじゃないですね、花びらが5枚あの星のように開いて咲く。そして色は本当は鮮やかな青色に発色します。で、成長ですが、成長の仕方はまあ、這うようにして広がっていくようなイメージですね。で、栽培ですが、普通の山野草だと思えば春3月4月ぐらいにやるのが一般的だと思いますが、まあ、秋もやろうと思えばやれます。うちの場合だと秋にやる方が多いですね。で、植え方は別に何の特徴もないですね。普通に植えてください。で、置き場所はもうなるたけ日向です。なるたけ日向で、水もたっぷりあげてください。ただし水はけのいい土を使ってください。原産地の方では結構砂礫地とか砂が多いような場所に自生していることが多いので、砂とか使うのもいいかもしれません。用土に砂を混ぜてみるとか、そういうのもいいと思います。肥料はですね、普通のやり方ですね。植え込み時には緩効性肥料を少量入れてあげて、春に、追肥をしてあげる。まあ、花後にも、して悪いことはないとは思います。そしてですね、この星義経についてはいろいろ本調べたんですが、詳しい情報があんまりないので、経験的なところで話を しますと、うちではほとんど病気、虫気にしたことがありません。ありませんが、多分アブラムシはつくんじゃないかなとは思います。同じ仲間のホタルブクロ属の仲間だと、アブラムシつくこともありますので、アブラムシは気にした方がいいのかもしれません。うちの方は多分アブラムシの発生時期より先に花が咲いちゃいますので、被害が出たことがないということかもしれません。で、増殖ですが、いろいろ調べた中では、植物大概未生が効くわけですけど、挿し木ができるっていう情報が書いてあったんですが、これはやったことないので私は分かりません。なので、一応情報としては専門書の方にあったので書いときましたけど、普通は株分けです。株分けはいつやるかというと、大体秋とか春先にやるわけですが、実はこの植物、地下茎が出るんですね。で、地下茎が成長していくと、そこで新しい株になるので、
それで増やすっていうのがうちのやり方です。ただし、正確に言うと、どこでしたかね、這うように成長するですよ。花の前後ですごい一気に枝が伸びるんです、茎が伸びるんですが、その茎からも発根するので、その新しく伸びた枝の発根した部分を使って、株分けするって書いてある本の方が多かったですかね。でもうちの場合はランナー地下系で増えてるのは知ってるので、そっちの方が数たくさん取れて増やしやすいので、基本的には地下系でできた米とか小株を使って株分けしてます。そしてですね、ホタルブクロの仲間って結構日本のホタルブクロとかだと普通に冬落葉して地上部なくなっちゃうんですが、多分星利鏡は常緑です。うちだと常緑です。冬でも綺麗に葉っぱ残ってます、緑色に。なので多分これは常緑の、植物だと思います。この辺もね、専門書には詳しく書いてなかったので、まあ、経験上で言うとうちでは常緑です。そしてですね、これ葉っぱ見てもらうと分かるんですが、確かにホタルブクロに似てるんですよ、葉っぱも。ですから、まあ、ホタルブクロ属ですので、基本的にはホタルブクロの増やし方、育て方、そういうのを参考にすればいいんじゃないかなと思っています。あとですね、星利鏡っていうのは誰が名前つけたかは知らないんですが、いい名付けだなと思います。ガルガニカって呼んでもイメージつかないじゃないですか。昔の山荘屋さんはね、花を見てすぐ星をイメージしてね、そのまんま名前をつけたっていうのは昔の人はセンスあるなと思いました。今日はここまでですね。非常に育てやすい植物なので、丈夫で育てやすい植物なんでね、可愛らしいですし、一度機会あれば育ててみてほしい植物だとは思います。今日はここまでです。 SNS もやってますので、ご興味あれば見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。